ステファニー・マリー・クローディーヌ・クリスティーヌ・ドラノワは、ベルギー貴族出身のルクセンブルク対抗政子妃である。ラノワ伯爵家の当主、フィリップ・ドラノワ伯爵と、その妻で、ベルギー貴族のアリックス・デッタ・ラファイウドル・ウベルゲイの、間の、第八子、四女として生まれた。八人兄弟の末っ子で、伯爵家の居城を安弁城で育った。ラノワ家は13世紀に、 フランドル博に使える岸身分から身を起こした家系で、ベルギーの有力貴族家門の一つとして続いてきた。夫のニオームとは、18世紀のアーレンベルク校、シャルル・マリー・レーモンを共通の先祖としている。フラマン語圏のロンセにあるザンクタ・マリア小学校に、通った。中等教育では、北、フランスにあるサント・ディール校に2年間在籍し、ブルッセルのラビエル・ジュ・フィデル学院に、編入。 2002年に高校卒業試験に合格した。18歳の時に1年間モスクワに留学し、ロシアの語学、文学を学んだ。ロシア留学中はバイオリン演奏に没頭した。帰国後、ルーバンカトリック大学に入学して、ドイツの語学、文学を専攻し、優秀な成績を収め、卒業に際しては表彰された。卒業論文のテーマは、ドイツのロマン主義が、 ロシア人に与えた影響についてで、ベルリンで、研究活動を行った。大学卒業後も引き続き、ベルリンに滞在し、同市のベルギー大使館にある、ワロン地域政府貿易投資局の出先機関で、実習生として働いた。その後帰国して実家に戻り、投資会社で働いた。ステファニーは、クラシック音楽鑑賞、ピアノバイオリン演奏、スキーや水泳などのスポーツと、 多彩な趣味の持ち主である。母語のフランス語に加えてオランダ語、ドイツ語、英語、ロシア語の語家国語を流暢に話すことができる。この語学力を活かし、様々な国の古典文学を原文で読むのを得意としている。また、最近はルクセンブルク語も習得中である。2012年4月26日に、ルクセンブルク大公精神義用務との婚約が、 発表され、翌4月27日にベルク城で婚約披露が行われた。結婚式は2012年10月20日に挙行された。2019年12月6日、対抗生死夫妻は2020年5月に第一死、出産予定であることを発表した。2020年5月10日、義ーム対抗生死とステファニー妃の第一死の長男が誕生。 シャルジュジャンフィリップ・ジョゼフ・マリー・ギオームと命名された、ノート・シュール・ラ・ファミー・ユ・デ・ラ・ノイス・アウフ・デアウェブサイトで、グロス・ハーツ・エグライケン・ヘフス・ハット・ノブレス・イーロイッツ、マリアージュ・プリンシア・エ雄・リクサンブール、2クトブル2012、フォンテーヌ・ニコラス・ギオーム・イ・ステファニー・デ・リュクサンブール・アテンデント、ルール・プレミア・アン・ファン、ラ・グランデ、デュシェス・エディッティア・エ・アン・サント・デ・デ・サンモア、 イストワール・ロイルズ2019年12月6日、閲覧。ルクセンブルグのプリンス、ギオーム大構成誌に第一子が誕生。L2020 年5月18日閲覧。ありがとうございます。